はい、どうもカリエです。天にの再生進化実装が来ましたので再生させていきたいと思います。まあ素材はいつも通りの感じですね。光の大成績2つ、虹の成績が1つでございます。もともとね、あの SP 回復だとか、ジャストヒールかな、7ハンズで 50% の回復持ってたりとかっていうね、結構まあなかなか特殊な、ニットだったんですけども、あと神族のシフト3だったかな、はい、それが公女祭かな、天人に変わりました。へえ、ちょっと可愛くなりましたね。神魔物となりましたね。前は神族だけだったっけかな、はい、魔物がつきました。まあカルネアデスですね、お姉さんのカルネアデスが魔物だからプラスついたって感じなのかな。リーダースキル変わりまして、光属性または神族のヒットポイントが 2.5 倍、攻撃力が2倍。あの神族だけで見るとちょっと攻撃力の数値下がりましたね。でさらにクエスト中闇パネルが全て光パネルになると、まあ、変換系のリーダースキルになっております。似たので言うと、まあメビウス、再生進化したメビウスと、まあ、ちょっと似てる感じかもしれないですね。で、アクティブスキルがピョンサポート、2ターンの間敵全体が受ける光属性ダメージが2倍になります。これもカルネアデスとちょっと似てますよね。カルネアデスの場合は SP 商品2があって、2ターンの間味方の光属性ダメージが2倍になるというエンハンス系だったんですけども、手にだと逆でしたね。相手が受ける光属性ダメージが2倍ということですね。で、ノーマルスキル1がピョンナル先行光2枚で単体に光属性のダイダメージとクリティカル率がプラス 22% となっております。で味方が攻撃アップ状態だったら代わりに超特大ダメージ結構伸びますね。だからこれも本当カルネアデスと合わせてみっていう感じなんでしょうかね。で、ジャストヒールが引き継がれてますね。パッシブスキルジャストヒール、75分の7、攻撃のハンド数がちょうど7の時ヒットポイントが 75% 回復する。まあジャストヒールちょっと難しいところあるんですけども、まあうまいことパーティー合わせたりすると結構便利なのかなっていう印象はありますけどね。7ハンズか、難しいところですね。で、リンクパッシブも見ていきましょう。こっちもジャストヒールですね。7ハンズの時に 30% のヒットポイント回復ですね。なるほど。ちょっとリーダーとしては数値的にはかなり低めなんですけども、まあてか SP 回復なかったのはちょっと痛いかもね。8回復だったのが一気に消えちゃったのは結構きついかもね。まあ、どっちかっていうとサブ向けの印象かな。うん、まあ全然リーダーでもいいんだけど攻撃力はちょっと少ないかもね。なのでどっちかっていうとサブユニットとして、使うといいかもしれないですが、そうですね、まあ今回1体しか再生進化実装されてないので、このままちょっと尺短いのもあれなんで、ちょっとまあサブに入れて、何かしら降臨行ってみましょうか。はい、ということで軽く組んできました。一応光属性単色パーティーなんですけども、今回はまあとりあえずカルネアデスと相性がいいということなんで、まあ一応今回リーダーにしてきました。光のシフト3のカルネアデスですね。で、まあパッシブで光属性のパネルの出現率がわずかに上がるということなんで、まあ割と、まあ、光属性の単色の中に入れておいても全然、優秀なユニットなんじゃないかなと思います。で、あとは天にですね、さっき再生進化した天にをサブに入れて、で、まあ一応今回全部そうだな、再生進化したユニットだな、よく見たら雷霧、小金を入れてきました。小金入れてきたのは、今回この2人が SP 消費2ずつ使って、しまうので、アクティブスキルで。なので、まあ、できるだけ安定させるように、ラビットフットのブーストスキルをガンガン道中で使いながら、ここまで来ましたって感じです。で、フレンドさんが一応安定のクローリーですね。まあ、条件の方はあんまり、無視して、ガンガンちょっと光属性のノーマルスキル1を喉打っていくって感じでやっていきたいと思います。で、まあ
うまいこと、まあ、SP ちょうど4残ったので、まあ、両方一応使えるっちゃ使えますね、ストロングピョンとピョンサポートが。はい、で今回はバルプルギスの再装に来ております。まあ、このパーティーだったらこれぐらいでちょうどいいかもしれないですね。はい、でまあ、今回必要とするのはとりあえずこの、水じゃないわ、光と回復パネルを使っていきたいと思います。で一応ジャストヒールも使えるようにはしてきたんですけども、光2枚と、まあ、回復は何枚でもいいんですけども、光2枚と回復2枚ブーストにぶち込んでいったら、とりあえずこれで7ハンズかな。ああ間違えた、光入れちゃったけど今ので8ハンズですね。まあ、光2枚、回復2枚を入れておけば、とりあえずは、ジャストヒール発動して、75% も回復ができます。一応、まあ、やっとくか。見せるだけやっとくか。こうですね。これで7ハンズ。回復もできます。という感じですね。はい。ということで、山やっていきましょう。ブーストないんですけども、あ、ブーストありきでいった方がいいかな。ちょっと一回回復しといて、どれぐらい辛うかっていうのもやっていきましょうかね。おいおい、あー来たね。じゃあとりあえずね、全部2ターンずつ、エンハンス組めるこの3体でございます。まずはストロングピョンで光属性も、の攻撃力を上げます。で相手が受ける光属性ダメージを2倍にします。で最後に、魔物族ユニットの攻撃力は2倍にします。このテニとカルネアデスはもう魔物なのでこれ反映されますね。でまあこの2人の火力も見たいけど、ちょっと今回は、控えときまして、カルネアデスとテニの火力を見ていきましょう。とりあえずまあ4枚ブーストに入れていく感じでいこうかな。でついでだからクローリーのね、条件の方もできるだけこなしていきたいので、まあ、このパーティーだったら 1、2、3、5 かな、 1、2、3、5 パネル決めていきたいと思います。なんでまず5枚を入れて、これで一応 2、3、5 が一応発動するのかな。だからあと1かな、あとはもう適当に打っていきましょうか。いきまーす。まあこんな感じでいいかな。おーいしょ、うん、そこそこの数値が出ましたね。はい、ということでございます。どうだったですか？まあ、ね、何のリンクもなしでね、まあカルネアデスのシフト3も入った上であの数字だと、まあまあのいい感じだったんじゃないでしょうかね。はい、ということで、まあ、今回は試しにね、天にをサブに入れて、こんな感じでパーティー組んでいきみました。ジャストヒールもね、まあ、体力やばいっていう時にね、回復パネル全然来なかったら、あんな感じで組んでいくと、まあ、ジャストヒールすごい役に立つので、ぜひぜひ試してみてください。ちなみに今の2ターンのエンハンス同士なんで、もう1ターンね、もし相手が、もし耐えれたら、もう1ターン、同じぐらいの攻撃力を打てるので、かなり、エンハンス的には優秀な感じですよね。なので、ライキリもかなり相性はいいので、ぜひぜひ、組んでみてはいかがでしょうか。ってことで、今回はテニの再生進化と、テニをサブに入れて、パーティー組んでみた、使ってみたの動画でございました。ご視聴ありがとうございました。お疲れさんです。バイバイ。